はい、今回はね、そうか、挨拶か。こんにちは、レイです。まあ、今回は、北アイルランドはね、多分、北センチネル島でおなじみの国だと思うんですが、まあ、サッカー自体はね、弱いんで、まあ、勝てますね。はい、北アイル、どこだっけ、北アイルランドか、北センチネル島じゃねえ。それは違うわ。始まりましたね。おお、うわ、入ったかなと思ったわ。てか、まさかじゃあ取ってるとは思わなかった、あそこで。ちょっと失敗だわ。いやー、なんか、今回ね、あれなんだよね、中田秀、調子悪くて入れてないんだよね。はあ、どうしようかな。よし、OK。いや、これ中きついぞ。あ、いない。いやー、まあまあ、マイボール。だから、まあまあまあ、もう一回、立て直そうかな。よし、OK。で、俺はここから打つ。うわー。いや、欲しいシュートだった。すんごい欲しいシュート。で、ギリギリ違うとこ。OK! OK! ナイス。鎌田。いいね。あれはでも、あれはもらったようなもんだからね。ほら、得点をね、落ち着いた一点だったと思います。非常にね。まあ、あれ外したらもうやばいよ。さすがに。スランプでもなんでもないのに、もう。いや、あと1点欲しい。よし、来た。とにかく点が動きましたので、はい、よし、走れ。していくんじゃないでしょうかね。そうですね。あ、もっ。おー、マジで。おー。絶対入ったと思ったのに。出ろ、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 OK。おーし。こっちかな。あ、マジか。OK。OK、OK。ちゃんと回そう、マジで。高速カーブ。うわ、マジで。あ、取ってる。あ、取ってない。あ、取ってる。あ、わかんない。もう自分でわかんなくなってきた。日本としては、ここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。うわ、マジか。惜しい。せめて打ちたかったな、シュートを。大きく前線に入れます。おし、OK。うわ。すげえパス。すっごいいいパスの流れだったのに。流れるようなパスだったよ。よし。でもいいとこ入ってる。いや、大丈夫。絶対に、ゼロ。OK。いや、支配率も明らか多い。で、シュートもゼロ。完璧。このまま行こう。いや、めっちゃ強いぞ。マジで。余裕。なんか、すっごい余裕。なんか、苦しむことないんだけど、次はね、確かノルウェー。ノルウェーって強い選手いたよね。うわぁ、ポストどこだろう。確かね、ノルウェーで、次がポーランド。レバンドフスキーがいるとこかな。レバンドフスキーしか、あとあれか。ゴールキーパーが強いのか。すごい有名、誰だっけ？読み方むずい、選手。あ、やばい。あ、やってるかもしんない。あ、やってるかも。あ、ある。イエローの可能性あり。
あ、警告？警告だけか。よかったー。注意に終わりました。よーし。いや、でもこっから多分入ってこないから、そう、中に合わせくはず。オッケー。オッケーオッケー。で、ここを適当にま、カットバッシュで、どうしようかな、そっから。いや。で、焦らず。ちゃんとカーソルチェンジしたけど、マイボール。マイボ、マイボ。で、一人空いてるから、で、こっちも空いてるけど、動き足が速すぎる。オッケーオッケー。パスマス。え、マジで？マジか。いやー。あ、でも、敵がなんかドリブルがめちゃくちゃ下手なせいで、あれだ。いやー、もう、審判邪魔。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。よし、オッケー。もう1点取りに行きたいとこですよね。まだ守りでもいいとこにいた。長友さん、浮かして、エリング。ああ。あ、そこ来る？だよね。そこ来るよね。オッケー。オッケー。バカ野郎。いや、トラップうめえな。あの選手トラップうめえな。うご。いや。これ仕掛けるか？絶好の位置抜ける。どうだこのシュート。お、マジで。うわぁ、なんであれが入んないんだよ。いや、悔しい。うわぁ、なんか、なんか、パッとしない、勝ち方。いや、なんとか1対0で勝ってたんですけど、なんか、5本打って1点ってなんか、なし、しょうもないよなぁ、なんか。なんか悔しい。なんか、キーパー上手くね。最後のシュート特に。2回切り返してさ、打ってんのに、すぐキーパー反応してきやがったから、すげえうまい、マジで。いや、ちゃんと打ってんだけどな。まあ、次はノルウェーなんで、ちょっと、怖いですね。なんだっけ、エイリング・ハーランドがいるとこかな確か。なんで、まあ、警戒しつつね、やっていきたいと思うので、チャンネル登録ね、よろしくお願いします。